はい、じゃあ次の練習いきます。次はですね、ここコーチ僕が入りまして、平行時の練習です。でクロスにですね、バック前衛のバックのクロスに球を出します。で1球目出します。それをストレートに返球をしてください。はい、苦しい球クロスに返球しようとしても、あの苦しい角度つかなかったりミスしてしまいますので、ストレートに流します。でコーチのパートナーのこの方ですね、この方はこのストレートを予測してしっかりセンターに決めます。センター空いてるんで決めてください。で逆にこのパートナーの方はですね、センター空いてるんでしっかりカバーに入ります。でカバーしてキャッチしてセンターに沈めるか、もしくはロブですね、ロブを上げてディフェンス守るかしてしましょう。でその後の展開としてはもう自由にやってください。じゃあ行きましょう。